鳥居社殿左に本殿、右に平殿、拝殿。大宮神社は、愛知県一宮市花池にある神社。式内社で、尾張国一宮を称する。旧社格は豪社。神門は、三杉。祭神は次の一柱。大物主神とは別に、神先生四六山と国塚見別光作り上に、悲鳴命十世孫として見える大御味わね命を、 祭人とする説があり、これにより終わり氏と当社放祭氏族との同祖関係が推測される。創建は不詳。上記のように、大物主神を放祭する山との大神氏一族が、来住死祭祀を担ったと見る説と、大身は常命を放祭する終わり氏関係氏族が祭祀を担ったと見る説がある。延長5年成立の演儀式新明庁では、終わり国中島軍に、 大宮神社名神大と記載され、名神大社に列している。社名は、社本によっては、大宮社、大神社とも表記される。明光寺文書、中島長都式神像では、大宮の地は戸塚の北東部になるとあり、この記載が、名神大社否定の傍証になる。一方、他の名神大社と異なり、演技式臨時再名神斎場では、当社の記載がないため、 神明朝の、名神大を演じと見る説もあるが、皇帝説では、上岸式や臨時再式の成立後に当社が、名神大社の列に加わったためと推測する。また、和明朝に見える合名のうちで、当地を中島郡三和里に当てて、三和のつながりを見る説が古くからあるが、新編一の宮市では、廃止郷、または川崎里に当てる。社殿によると、当地は、 厚田社の荘園で、毎年旧暦7月7日には、厚田社にそうめんと蓮を奉納したといい、価値の地名はその名残とする。しかし、終わり国地名校では、この伝承は否定されており、真偽は不詳。また近世には、当社は、三明人、三宮明人と称されていたという。明治5年5月には、近代社格制度において後者に列した。現在では、 終わり国一宮を称し、全国一宮会に加盟している。これに関して、大宮神社側では、増見田神社、大宮神社が、タイの宮であったとし、共に一宮となったと主張している。現在、神職は常駐しておらず、一宮市内の大神社の宮司が兼務する。現在の節末者は、次の六社。神宝として、刀剣三振りがあり、 一宮市博物館に保管されている。ありがとうございます。